それでは行列式の定義に向けて3次の行列式の説明から始めて一般の N 次の行列式の定義にまで説明をしていきたいと思いますまず今回は3次の行列式の定義をしていきますこのように A を3次の正方行列とします11成分が A1123 成分が A23 といいううような書書きき方で書いていきますこの時 A の行列式は2次の場合同様このような記号で表しますが具体的な式の形としてはこのように6つの項の和もしくは差ですねプラスとマイナスの符号のついた形の6つの項の和になります2次の場合は AD-BC ということで2つの項で 1>, 1つがプラス1つがマイナスということだったわけですが今回は6つの項で3つがプラスで3つがマイナスという形になっています具体的に計算してみるとですねこのように計算することができますまず和の部分ですが124ですね対角線をまず全部かけて次に211と。 この部分をかけます。そして013とこうかけるわけですね。で引く方は逆のこの対角線で021ですね。それから引く方の214ということで214と。それから113ということでこのような3つの項を引き算して計算します。 結果はマイナス1になるわけですが計算式としてはこのように計算されます次にこのような行列で行列式を計算してみましょうこれは実は111と223を足すと334もしくは123と123が等しいという形をしています20の場合のことを思い出すとこれは0になるのではないか と思うかもしれませんが、実際ゼロになります。それをこれから見ていきましょう。一二四と二三一、それから三一三ですね。この式はサラスの公式と言われるんですが、よく本に書いてある式は。形はこの対角線と、それから二三一、一三三とかけなさいと書いてありますね。 この式は一応1列目2列目3列目から1つずつ文字を選んで掛け算するということを意識して書いてありますが実際にこの式を直接使って計算する場合はこのように対角線ちょっとずらしてこう向けそれから231とこのようにして考えると一応覚えやすいというか覚える必要はないんですけれども計算しやすいかと思います。 で引き算の方は321ですねまあ123こう逆の対角線をかけて124と214ですねをかけて13133 3, 3ですね133 3をかけたものを引くとですね。でこれ見ると、まあ、これとこれこれとこれ全部一緒なので2つずつまあ実はキャンセルして0になることはすぐに分かります。 で、行列式がゼロとなるのは、どんな時か予想してみようと、2時と同じような感じで、えー、問いかけていますが、これはあのランクが3でない時、つまり生息でない時に実はゼロになるわけですね。つまり行列式は生息性判定としても使えるわけですが、まあ、ここではですね、えー、一応行列式の導入ということで、このように計算できるということを紹介しました。 先ほど言いましたようにこれはサラスの公式として呼ばれますけれども一応これは仮の定義式ということで後で性質を使った行列式の正式な定義をしますのでもちろんこれを使って計算してもいいわけですがもう少しいろんな性質を使って簡単に計算できますのでここでは一応まあ3次の行列式はこういうものということで頭に入れておいてください。